もう臨時ニュース、フェスの結果が出たよ。おー、まずはどっちのチームが多く投票されたか、得票率の勝負。ドキドキドルルルルルルルデキ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 ダン。おー、マヨネーズ 56%、 ケチャップ 44%。 私マナトはマヨネーズ派で投票いたしました。お、うんうん、よし。ふーん、こうなったんですね。よし、次、次行くぞ、次。そうですね、次も大切です。どっちが多く勝ったか勝率の発表。うー、緊張する。かわいい。わー、ダン。おー、おー。ソロはマヨネーズが勝って、チーム戦はケチャップが勝ってますね。今回私はもうほとんどあのチーム戦でやっていたので、負けですか？マジかよ。おー。来ました、最終結果。ごくり。今回のフェスを制したチームは、うん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 、勝ちました、勝ちました。マヨ、マヨネーズ、あと少しだったのに。マヨネーズのみんなありがとう。マヨネーズへの思い受け取った。ケチャップの皆さんもとても頑張ってましたよ。お、スーパーサザエがもらえるんですか。次のフェスもお楽しみに。そうか、マヨネーズ勝ちました。いやー、本当に今回はチーム戦で参加っていうことで、自分のお友達とですね、会話しながら遊ぶことができたので、とっても楽しくプレイすることができました。私は1を、今年2017年の頭ぐらいから始めたんですけど、で、フェスはもうね、全然終わってしまっていて、こうやって本当にフェスに参加したことがあるって言えば、2の前夜祭ですか、発売前の前夜祭、あちらで参加したのが、まあ、フェスっぽいもの、初めてだったのが、あちらの前夜祭。で、今回の、マヨ VS ケチャが、もう本当に、初めての、参加だったんですが、まあ、楽しかったです。またね、フェスとかありましたら、同じチームになられる方は一緒に頑張りましょう。また敵になられる方もおられるかと思いますが、まあ、その時は楽しくプレイできるように頑張りましょう。はい、では本当にお疲れ様でした。マナトでございました。ありがとうございました。やったー。